1946年ベルリンでシェイクスピア演劇に出演したヒルデガルト。ヒルデガルト・クネーフはドイツ出身の女優、シャンソン歌手、作家。ヒルデガード・ネーフとクレジットされていることもある。1948年から1968年までドイツ語圏外でそう名乗っていた。本名はヒルデガルト・フリーダ・アルベルティーネ・クネーフ。1951年の 罪ある女で、ドイツ映画で初めてヌードになった女優。1925年12月28日、ウルムで生まれる。第一次世界大戦の退役軍人である彼女の父親は、クネフ誕生の6ヶ月後に、梅毒で亡くなり、母親は、ベルリンの工場で働いた。1940年に14歳で、演技の勉強を始めた彼女は、15歳から、 ニーベルサムフィルムエジーの見習いアニメーターになった。彼女はスクリーンテストに合格した後、ベルリンのバベルスベルクにある州立映画学校に通い始める。そこで演技、バレエ、発声法を学んだ。ナチスドイツの崩壊前に、いくつかの映画に出演したが、ほとんどは崩壊後に公開された。1946年、東ドイツの国営映画会社によって制作された。 ボルフガング下たての映画、殺人者は我々の中にいるに、スザンヌ・ウォールナー、役で出演。本作は、東ドイツで第二次世界大戦後に公開された最初の映画となった。1947年、アメリカ人のカート・ハーシュと結婚。1948年、夫からアメリカ進出を進められ、渡米。ハリウッドの映画プロデューサーであるデビッドオーセルズ・ニックは、 彼女に芸名をギルダ・クリスチャンに変更するよう提案したが、彼女は強く拒否。代わりに、英語圏での発音のしやすさを考慮した、ヒルデガード・ネーフの芸名で活動を開始する。1948年、映画、フィルム・オーネ・ティトルでの彼女の役割が評価され、ロカルの映画祭で最優秀女優賞を受賞。1950年4月14日、アメリカ合衆国市民になる。 1951年、西ドイツ製作の映画、第3デリンでマリーナ役を演じる。この作品は、買収に安楽し、自殺といったカトリック的道徳心に背く行為を描写した上、クネフがドイツ映画史上初のヌードシームを演じたことで、スキャンダルを引き起こした。カトリック色が強い映画批評紙フィルムダイオンストは、すべてのカトリック教徒に対し上映をボイコットするよう、呼びかけ、 カール・クリンク・ハンマー牧師は映画に対する抗議の一環として悪臭を放つ爆弾を映画館に投げ込み裁判にかけられた。ただし抗議が向けられたのはクネフの裸の真意によりも売春や安楽し自殺を美化するような描き方に対してであった。このようなスキャンダルにもかかわらず最終的に約700万人が映画を見たとされる。1952年 映画、キリマンジャロの雪に出演。コールポーターの勧めにより、映画内でポーターの曲を2曲を歌うも、最終的に削除された。1955年、コールポーターによるミュージカル、シルク・ストッキングスの二の地下役で、ブロードウェイデビュー。ドイツ人として初めてブロードウェイで主役を務めた。以後、1957年に、活動の拠点を再び、 ドイツへ戻すまでの2年間に675公演を行った。1959年、イギリスでの撮影中に彼女は2番目の夫であるデイビッド・キャメロンに出会う。同年8月23日、BBC はクネフがホストを務めるヒルディガード・ネフ賞を放映する。1960年代に入ると演技から離れて歌の詞を書き始めた。 亡くなるまでの間に彼女は23枚のアルバムを発表し、130曲の歌詞を自作した。1962年、デイビッド・キャメロンと結婚。1968年5月16日、娘のクリスティーナ・アントニアを出産。1970年、自伝的作品、デア・ジェ・シャンクとガウルを出版。17の言語に翻訳された。1973年、 出血に苦しんでいたクネフは子宮の摘出手術を受ける。同年5月3日になると、復空の炎症が腸閉塞を引き起こしたため、腸の一部も除去された。同年8月6日には、乳がんと診断され、左チブサを摘出した。1975年、癌の糖病期を含む自伝、ダスリータイルオーダーデアジー・ジェンマン氏を出版。 1976年6月4日夫のデイビッド・キャメロンと離婚。翌年にポール・ホンシェルと結婚。2001年6月27日にドイツの市民権を取り戻した。2002年2月1日、急性肺炎で死去。去年76。クネフは人生の大部分で喫煙をしており、廃棄種に苦しんでいた。シングル及び EPLP アルバム CD アルバム死後。 発表された CD アルバム、ありがとうございます。